はい、皆さんお疲れ様です。乳酸菌大好き、乳酸です。今回はですね、序盤からすごいピックをした試合があったので、それを思い出動画にしてみました。1ラウンド目でキンキのデモハンターがすでに光ってるんですよね。いや、めちゃくちゃ嬉しすぎて、もう即ロックですね。これはもう絶対2ラウンド目重ねるぞみたいな感じで思って、まあモブ戦なので1体にするよりか2体の方がまあいいかなって思っておしゃれ配置しときました。でモブ戦はさすがに勝てると思うので、このままやっていきたいなって感じで、で2ラウンド目また光ったんですよね。でこれなんかキンキのデーモンハンターがまた来たのかなって思ったら、ソウルテイカーや3枚並んでるんですよ。やばくないですか。1ラウンド目でキンキのデーモンハンターが重なって、3ラウンド目でソウルテイカーが重なってて、もうウッハウハですね。これウッハウハスタートで、いや、やば、これやばいよ、運やばすぎって思ったら、まだ3ラウンド目が、4ラウンド目だ、4ラウンド目、すごい光ってて、赤物が重なるんですよ。で、これ私、絶対今日外出たら、交通事故すぐ引かれる、もしくは明日命日になるやつだとか思いながらやってて、これちょっと楽しすぎましてね、序盤楽しすぎるっていう。もうこんな重なってたらもうサンダー作るやろみたいな感じで、サンダー作ってみたいな感じですね。ケーブが来たのでケーブ取っといて、まあ、キンキのデモハンター星さんにするかどうかちょっとどうかなって思ったので、なんか、まあ、ちょっとゴブリン集めとかしたらいいかなってちょっと思ったので、ソウルブレーカー取っといてます。あ、もしくはウォリアーで深海の守護者を取ってもいいなみたいなこと思いながらやってましたね。で、一応1ゴールド稼いだので、キンキのデーモンハンター取ってます。で、ここはなんか取るもんないじゃん、みたいなこと思ったんですけど、まあ、これが普通くらいの引きですよね。もう1ラウンド目から4ラウンド目の引きで、ちょっと上振れすぎて、感覚バグってるんですけど、まあ、これ普通のピックですね。異常事態が発生してるだけで。もうすごい。見返してても愉快な気分になりますね、これ。で、人狼リーチだけど、さすがに人狼ないなって思って、で、なんかこんな重なってるけど、その重なりだけで最後まで勝つことはできないので、まあなんかケーブ類そのまま伸ばして、ケーブディバイン・ミゾン・スピリットに行くか、まあ、キンキのデーモンハンター使える構成で、まあ、ウィングスとか、ビーストとか、ミルカーとか、まあどっからにも行けちゃうかなって思ったので、まあ、なんか好きな駒に行けばいいかみたいなそんな感じでやってました。そしたら羊の騎士が来たので、それも取りたいなって思ったんですが、とりあえず預言者重ねて出して、まあ、なんか全体的なサイズを大きくしてますね。でゴブリンはなんか全然寄ってこなかったので諦めて羊の騎士を取って、まあ、なんかヒューマンとかナイトとか、まあ、もしくは水ディバに行こうかなみたいな感じのことを考えてました。いや強い、こんなに重なってたらさすがに強いですね。で赤斧も星さんに目指すかなって思ったんですけど、まあ、ここはレベルを上げて、羊の騎士を出してますね。で連勝してるとこ見て、一番強いキャラクターにキンキのデーモンハンター当てたつもりだったんですが、位置間違えてますね。本当は戦場の主にキンキのデーモンハンター当てたかったんですが、しくじりました。で卵とアルケミストが来たので、これゴブリンではみたいな風に思い始めて、まあまあまあ、まだ決め打たなくてもいいかみたいな感じで、とりあえず20ゴールドを稼いどいて、まあ、ここは普通に勝てますよね、こんな重なってたら。でめっちゃハンマー来るんですけど、これ取れるの多分ハンマーだけだなって思ったので、ハンマー取って、赤斧めっちゃ来てると思って、でもなんか赤斧欲しさにするよりか、まあなんか多分ケブリバだったら2ゴールド集めたいしなみたいなこと考えながらやってましたね。だから盤面バグっちゃってパニックになってますね。戻りました。
時々なんか他の人の盤面が盤面に映ってる時はその人の盤面見に行くと戻るみたいです。でなんかもういろんな駒が来てもうやりたい放題ですね。でこっからビーストもいけるし警部4もいけちゃうしみたいな感じで、でなんか強そうなところがあったんですけど、まあ、そこはなんか前衛がないハンターが重なってるとこだったので多分勝てるなって思って、まあいいかみたいな感じでしたね。で、まあ、アルケミストを伸ばしてゴブリンをちょっと重く見始めてたので、まあ、リッパウを取ってますね。で今は、まあ、で裏切りのデーモンハンターの方が強いかなって思ったので裏切りを出しています。んー、ここちょっと強そうだなって思ってたんですけど、やっぱ重なりが正義でした。うん。で威嚇獣が重なりで連勝してるとこ見に行って、ちょっと逆配置にしようかなみたいな感じでやって、まあ、ここではまだ当たらなかったですね。確定ラウンドが19ラウンドまであるので、それまでに当たるんかなって思ってますね。で、ちょっとビーストも見てたので、一角獣ちょっと売りたくないかもみたいなことも考えて、そんなにゴブリンが集まってるわけではなかったので、ここでブレーカーが来るので、だったらもうゴブリン出しちゃおっかなみたいなことを考え始めて、まあ、ここはゴリアと、預言者もう抜いちゃってゴブリンさんですね、まあ、使わないので、預言者はなんかだんだん脆くなってくるので、ビーストとかで使わない限りは、あとウィングスかで使わない限りは割と売っちゃうことも多いですね。いやコインが来たのでシャドウブレードとか欲しいなって思いつつ、まあ、ただあのゴブリンが全然来なくてすごい不安だったので、ちょっと構成の移行先を広めに見てますね。で退治の賢者を入れるかとかもちょっと悩んでて、でもこれ入れるよりか利子の方が優先かってなって、まあ、アルケミスト引きたかったり、ゴブリン6を出したかったりしたので、レベル9にちょっと行きたくなり始めてますね。ここ今、オーガメージいたんですけど、スルーしちゃってますね。見落としてました、これ。結構序盤にしか見てないと思ったけど、振り返ったらここで来てますね。で、まだ相手はゴブリン6が出てないので、アルケミストのパワーだけで勝てそうですね。うん。で、まあ、こんくらいの強さだったら多分ゴブリン抜いてもパンダ入れても勝てるくねみたいなこと考えてパンダ出してみました。でここのゴブリンにも当たってきますが、ここは戦場の主がもう星3になってて、これ大丈夫かなみたいなと見てたら負けました。強すぎる。でここでもう警部は売ってしまってゴブリン6が出るかなみたいなと考えながらやって、まあ、警部外すのどうなんだろうみたいなこと考えながらやっていたので、あ、最後の牽制の部分はもうパンダでも良かったかもしれないですね。まだ19ラウンドなので多分そんなに周りが強くなかったりしたりするので、ケーブ1とか、なんかケーブ発動しないんだったら、もうゴブリン6プラスなんか余った駒でいいかもしれないね。で、ここでお金余ってたので、レベル9まで上げちゃったんですけど、なんか上げなくても、最後まで入れなければ次のラウンドで勝手に上がってたから、うん、自然にあげるか、まあ、自分であげるかみたいな、まあ、なんか、まあ、人
人それぞれだと思うんですが、節約したかったらあげなくてもいいし、次のショップをレベル9のものにしたいんだったらあげちゃうみたいな、まあどっちかですね。で、一応ウォロックを出してますね。呪術医とアルケミストでウォロック2が出るので、ゴブリン6は、ゴブリン6、ウォロック4がなんか、まあ、よくやってた形だったので、まずはその形を作ってます。まあ、これは呪術医より強行の方が偉いかなって思ったので、強行を出してますね。ちょっと終焉が全部にかかっちゃって、すごいきつかったんですけど、アルケミストと強行が頑張りました。そしたらパンダがあのアルケミスト召喚したんですよね。パンダはあのベンチが埋まってるときは盤面にあの召喚してくれるのでポンといましたね。で、一応終焉あのアルケミにかかるとすごく嫌なので、終焉はちょっと集めといています。で、アルケミストの総数を確認してますね。あの4ゴールドコマって全部で10体しか排出されないので、あの構成表を見て全部で何体出てるか確認してます。私は卵を切ってるので、この星2のアルケミストは2体分でできていて、数えたらあと1体はプールにはいるみたいな感じだったので、そのアルケミストを引きたいみたいな、結構今回ゴブリンカプリがあってあのアルケミスト引かれちゃってるんですよね。で、これで配置中のところにももう4体いて、倉庫のコマのところにもいてみたいな感じなので、あと多分1体くらいですね。そしたら来たのであと1体引けたわーみたいなこと思って、あとは他のゴブリンの競合が落ちるのを待つだけですね。なので周りを落とすことに専念しています。で、ここのゴブリンもアルケミストがあの私の方が強いので勝てるかなと思ってました。そんな感じで強行重ねたいなって思って回してたんですけど来なかったので、もうパンダ打ってオーガメージ入れて呪術師重なったので、その枠に、強行入れてあげてます。もうここら辺からはもうグリムを重ねる、アルケミストを星3にする、あとはメカをやりたかったのでメカ6の、要素になるコマを探してます。まあ、そんな利子はやらない程度にやろうかなって思ってます。で、ソウルテイカーも星3目指そうかなって思いました。で、ここのナイトも多分呪術医が決まれば勝てるかなって思ってたら、まあ、ここなんだろう、ナイトはグリム呪術医でスタン取れてればその間に他の駒が攻撃してくれるので多分勝てますね。で、強行が重なって嬉しいみたいなで、またアルケミストの総数確認してますね2位の方があのゴブリンパンダやってて結構強いんですよね。しかもその他のゴブリンの大きさも大きいので結構でっかくなってるので強いんですよね。私は全然ゴブリン集めもしてないので、それが嫌だなーみたいなことを考えながらやってましたまたアルケミスト来て、で神使いが重なって、でもなんかそのメカ6やろうと思ったらあのテイカーって抜くんですよねだからテイカーは星3目指さなくてよかったじゃんっていうことを思い出して、
捨てました。一般はまあ今からでも目指してもいいかなって思い始めたので、で見たんですけど、それよりか、闇スピの方が重要じゃんって思って、一般はまた捨てて、闇スピを取りました。で、呪術師を抜くか、強行を抜くかになるんですけど、私は強行を抜いた方がいいかなって思ってます。やっぱりグリム呪術師偉すぎるので、グリム呪術医ともう一つのウォロックは、まあ、闇スピがいいかなと思います。でちょっと久しぶりのゴブリンすぎて頭がバグり始めてて、絶対ボンバーよりデストロイヤーなんですよね。なのにもう頭バグりすぎてよくわかんなくなってますね。でここでアルケミストがあと1体っていうところで卵が来たので星3になりました。そしたらアルケミストの前におばあちゃん置かれていてめっちゃ攻撃されてますね。で一応メカロクが出るので、モブ戦の時にメカロク出そうかなって思ってました。まあここは負けちゃいましたね。なんかもうアルケミストに集中砲火がいくような感じでなっていたので、でおばあちゃんを取ろうかなって思ったら全然ダメでした。ちょっとこの辺からは配置雑魚が続きますね。まあ、アルケミストを、まあ、裏の方飛ばしておばあちゃんから逃がしてあげるみたいなことをやろうかなって思って、でもなんか相手はなんかゴブリンのプロっぽかったのでなんかフェイントかけつつやった方がいいかなって思ったんですけど、まあ、正直なんか私の頭の回転だとフェイントかけながらやるの相当慣れてる構成じゃないと無理なので、で金のメカ心臓使うんですけどあんまり気が良くないですね。本当は闇スピとか重なってほしかったんですけど、シャーマンコマとかばっかだったのでちょっと残念でしたね。で正直相手のスキルをちょっと止めたいので、もう純正ゴブリンにして、相手の火力がやばすぎて多分ほとんどグリムとか打ててないんですよね。だから多分ですね普通のゴブロクにして終焉を入れまくった方が勝率上がるっていうことを思って永遠におばあちゃんに打たれてますね。でここをトールハンマーにして、でこれで純正ゴブロクと終焉を入れました。もう相手多分メカロクで結構稼いでて、もう星2の5ゴールドコマが多すぎて嫌だったんですが、やっぱり終焉でスキル止めれるとなんとかなりますね。でキャノグラに重ねたくて、でもここら辺最終決戦なんですけど、でなんとかなりました。これちょっと場面見てて気づかれた方とかいらっしゃったと思うんですけど、最後の方ちょっと焦りすぎてずっとウィザードで5分7出してて、で純正にするって言ってデストロイヤー2個出してるんですよね。だからこのデストロイヤーの被ってるところ終焉星に2体が一番ベストだったと思います。ちょっと焦りすぎてるんですよね。本当はメカロクでウハウハやりたかったんですけど、メカロク出す余裕なく
アルケミストだけ星3にして、あとは終焉入れて相手の星2を止めてみたいな感じの試合でした。まあ、序盤のピックが重なりすぎてすごく楽しかったんですけど、最後の方はちょっと、まあ、自分の連動の低さが露呈している試合にはなってしまいました。まあ、今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。